さあどうもわたるきです、今回ねコミケで作った冊子がやっとネット通販が始まったっていう告知の動画ですね。昨日の朝にも作ったんですけど本当時間がなくて1分足らずの動画になっちゃったんでちょっと改めてね、紹介します。でその冊子がこの、ブースの通販のサイトで出てる一駅で終点から学ぶ YouTube 理論っていう冊子なんですけど、ちょっとねこれ重いんでちょっともう置きますね。これが冬コミ12月31日に、ね、冬コミで頒布した冊子なんですけど内容はね一駅で終点っていうシリーズの動画をねたくさん YouTube に上げてきて分かったことだとかあとはね動画の裏話なんかを上げてる冊子になってます。でこの時ね冬コミの時にねもうお越しいただいて買ってくださった方もありがとうございます。あとこのね昨日の通販の初日に早速買っていただいた方もありがとうございます。でまあ冬コミやったのが12月31日なんでそれからもう丸2ヶ月経っちゃったんですけどこの2ヶ月でもねチャンネル登録者も5000人ぐらい増えたのかな。新たにね私のチャンネル知ってくれた方もいると思うんでまあそれでこんなのがあったんだって知らなかった方もいると思うんでまあ興味がある方はねこのブースのサイトリンクを概要欄に貼っとくんでチェックしてみてください。でねまあコミケの当日100部作ってほんと数時間ですぐ売り切れちゃってほんと申し訳なかったんですけど今回何部するのがねいいのか悩んだんですけどとりあえず500部刷ったんですね。で500でもすぐ一瞬で売り切れるかめっちゃ余るかどっちかになるかだと思ったんですけどまあまあね中間ぐらいのね数値になってます今のところ。でただねまだまだ在庫結構あるんでもしねちょっと興味はあるけど一瞬で売り切れちゃって他の興味がある人に行き渡らなくなるのが、ちょっと気が引けるからまあいいやって思ってた方もしいらっしゃったらね多分在庫はまだ余裕がありますんで、ぜひ興味があれば、チェックしてみてください。このブースの通販なんですけどまあ、毎月ね、この残ってる在庫の中から2割以上は売れないと保管料がかかるんで、まあ保管料って言っても月1000円なんでそんな大した額ではないんですけど、ずっとね、それがかかっちゃうともったいないんで、ある程度ね、時期を見て通販は、撤退する見込みではあります。まあ、またね、5月のゴールデンウィークのコミケがあるじゃないですか。その次回のコミケの、まず当選発表は3月11日に出るんで、それ次第ですけど、まあ、ゴールデンウィークにコミケがあるんで、まあ、4月の頭くらいの時点で、ね、もし倉庫に余ってたやつはまた自分のところに返送してもらって、まあ、コミケに直接持っていくようにするかとかその辺を検討してますんで多分1ヶ月後にネットで売れなかったら多分ずっと売れないと思うんで、まあ、そのくらいにはね終了するかもしれないです。でねまたあと、次回コミケねもし当選したら今のところねちょっと次はマイナスドリカについてのね冊子を作ろうかなっていうのを考えてるんですけど前回のねコミケの前にもねどういう冊子を希望しますかみたいなねアンケートを取ったんで、もしねこういうの作ってほしいみたいなのがあったらこのコメント欄なりツイッターなりにね、ぜひ書き込んでください。本当にどんなネタがね冊子にするにおいて適切なのかっていうのは未だによくわからない状態なんでもういただいた意見はすごい、参考にさせていただきます。まあ大体こんな感じですんでまあ今後もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。